ばんは。やばい。やばい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 。こんばんはこんばんはこんばんは。ちょっとガチで今先ほど起きたのでとてつもなくブサイクなんですけど、ちょっとリップだけ、リップ塗ってない、口に本当に色がない人。こんばんは、ありがとう来てくれて、昨日だるまありがとう。ちょっとさ、今日はこの配信者カラオケをやりたくて、金のハートありがとうございます。ありがとう金のだるまいっぱい、ありがとう。あ、間違えた。ありがとう、ありがとうね、本当に。ツインテールにしようかな。そう、日のだるまありがとう。やばいんだよね、今日家に帰ってきてずっともうほんとなんか昏睡したんですかってぐらいに寝ておりました私なので、そうちょっとね、やばいね、寝すぎた完全に。少しでも睡眠が取れて何よりです、ありがとう。ディアムーム見てないよ。なんかそう、お昼ご飯食べてメイク動画見ただろう、多分それが3時とかで気づいたら寝てたんだよね。でさっき起きたっていう。明日休み、公園入る人？ん？こんばんは。何？こんばんはこんばんは。メリーシカありがとうございます、こんばんは。ちょっとみんなが好きそうなツインテールをやってみる。ちょっと目指せ5位以内なので、ぜひ応援よろしくお願いします。メリの部屋を片付ける夢を見た。え、何それ、それマサイ目になってほしいんだけど、本当に片付けてほしいありがとう金のハート、ありがとう。受付動画見ました、ありがとうございます。え、マッシーさん卒業発表したの、何それ。え、え、え、嘘やん。え、ガチなの。え、ガチなんだ。え、びっくり。え、今日の夜公園で卒業アップし、ミリちゃん知らんか。え、え、一個言っていいですか、私先ほどまで昏睡しておりまして、え、ちょっとガチでびっくりしたえ、あ、確かに作法好きだもんね、めちゃめちゃ。ハートありがとう。
ちょっとまだ事実として受け入れがたいんですけど。そうなのか。ツインテール、6月末まで活動ってこと。でも、何言ったらいいのか分からなくなっちゃった。金のハートありがとう。引退するの？うわ、何それ、何それ、今日前座出たすぎた。そんなの、私は爆睡していたのに。金のハートありがとう。DMM 早く見たいな。それはめっちゃ変。ただひのちゃんがイケメンすぎた。どういうこと？どういうこと？ハートありがとう。あれなんですけど、イベントの話なんだけど、なんか7位争いしてるじゃん。ちょっとそれ飛び火が来てるんで、私の方にもちょっとあれなんで、ちょっとぜひ無料アイテムとかあったらお願いしますこんばんは。タコありがとう。明日の作戦？あ、そうだ、明日前座だから、どうしようかなって今ちょっと悩み中なんだけど、でも昼夜公演の間には絶対やろうと思ってて、そう、昼夜公演入るかみんな分かんないけど、私明日前座出させていただくので、そう、昼夜公演の間にはやりたくて、そう、まあ何時か分かんない、お出迎えとかもあるから何時か分かんないけど、多分3時半とかじゃないですか、多分そう、1時間やると考えると、逆算すると3時半くらいにはやらないといけないですね。そうなの、汗汗って感じなので本当に、普通にこのタイムテーブル貼ってるけど全然違う、いや違うくないか。こんばんは。ラーメンマンとはありがとう、ありがとう、ラーメンマンありがとうです。初めてこの金の熊のタワーもらった。てかこの金色の祭りみたいなになってから初めてタワーもらった。ありがとう、ラーメンマン、メールもありがとうね、いっぱいあれしてくれて。やばい、今日なんか冷静ないぞ感情ないかもでもありがとうっていう気持ちはちゃんと持ってるありがとう、明日会える人だっけありがとうね、あとは。こんばんは、こんばんは。15時過ぎそうなら朝15分ぐらいの枠
そう、朝は朝配信、その前座お家を出るまでの間に、前座あの前座だからお家を出るまでの間結構早いんですけど、そう配信をしようと思ってるので、多分まあいつもみたいに、いつもっていうかないけど、6時から7時くらいに今のとこはやろうと思ってる。みんな起きて、起きれたら来てください、起きれたらっていうか来てくださいそう、9時から7時くらいまでやって、あとまあ昼間と夜間の間に1時間やって、夜は夜ほんと遅いな、夜何時にやっても分かんないんだよね、なんかこういう時間にやった方がいいのか、それともせっかく20歳で12時までできるから夜遅くにやった方がいいのか分からなくて謎です。どっちの方がいいのですかね。ちょっと本当に大抵とか組むの下手すぎて。メリーちゃんの映画館ありがとう、頑張って、ありがとう、頑張るマジアバターの人いたありがとう、ピンク、ピンクじゃない金色のハート、ゆるらんありがとうございます、ありがとう。あ、名前間違えてたんだ私、読み方、ありがとう金のだるま、あタピオカ飲みたいあミレシカありがとう、ヤッホー、金のハートありがとう、そうレインボースターいっぱいありがとう、ありがとうございます、来てくれて。30分、あーなるほど、どの方がいいんだろう、1時間とかより30分ごとでやった方がみんな的には、え、なにこれ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 、え、すごい、え、すごい、なにこれ、え、ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとう、イーブイちゃんだ、ありがとう、すごい、初めて見たこんなのありがとう、すごい、え、すごい、初めて見たんだけど、なにこれすごい、ありがとうね、本当にありがとう、心は泣いてるんだけど、なんか泣けないな、なんでだろうありがとう、イーブイちゃん、メロンパン一緒に食べよう今度スクショしとこう、イエイやだやだな、自分の見返した時になんでピースしたんだろうって思っちゃいそうありがとうね、イーブイちゃん、明日お見送りじゃない、お出迎え待ってるから、桁の違うとはびっくりした、応援してるよ、ありがとう、頑張る、これはもう本当に私が心折れてるあれはないから、頑張らないと本当に、いやありがとう、昨日タコも、え、びっくりした、今日びっくりすることしかないなそう、あの本当はカラオケに行きたいんだけど、どうしようかな、明日前座だし迷ってるの練習、歌を決めたいんだけど、まだ全然決められてなくて、カラオケしよっかな、なんか歌いたい気分なので何歌を、何、なんか歌ってほしいのはありますか。そう、決めるの難しい、125曲ありますのでミリーシカありがとう、こんばんは、何がいいんだろう、何歌ったらいいですか、ただいまただいま恋愛中、トゥ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 
感情はどうマックスとき、うん、ありがとう。夜公演でひのちゃんが4期生に最適な曲を考えてるって言った。え、そうなの？初耳学。何それ。へえ、そうなんだ。ピンクのハートありがとう。じゃあカラオケしようと。そう、寝てたので DMM 見ておりませんでした。あー、 DMM 見てないんだった。見なきゃいけない、ね、絶対に見ないといけない。でももう結構何曲かには今絞ってきている最中でございます。そう、今月中に決めないといけなくて、ママとも相談したんだけど、早く決めて早く練習した方が時間的に有効活用できるかなと思って。ほら、ありがとう。候補曲全何4期生一人一人に合う曲を。うん、ちょっとカラオケするね。うん、え、何歌うかな。うわ、スカヒラでもダメだな、今じゃない。あれが歌いたかったんだよね、私。どこ行った？はっきり言ってほしいもん、後で歌いたい。元気が出るかは分からないけど、好きな曲。うん、よし。あ、え、入ってるこれ。あ、聞こえないんだけど、なんで、え、何も聞こえないんだけど、何も聞こえないんだけど、どういうこと。ん、え、
めた。ちょっと待って聞こえないんだけど、聞こえないんですけど、なんで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 、やだ、痛い痛い。ほら、ぶっ刺しすぎてさ、イヤホン抜けなくなっちゃった。どうしたらいいの？なんか聞こえないんだけど、音が。カラオケできないじゃん。え、イヤホンも抜けなくなっちゃったし、本当に抜けなくなっちゃった。どうしよう、どうしたらいいですかこれ。え、どういうことどうしたら治るのこれ。ちょっとえ、イヤホンがぶっ壊れた説。ほら、もう何の音もしない。え、壊れちゃったんだけど、イヤホンが。え、ちょっと待って、どうしたらいいんですかこれ。本当にイヤホン抜けないんだけど。え、待って待って、ピンチ。え、待って、本当に。え、みんなには聞こえてるの？私には聞こえないんだけど。どうしたらいいの？どうしたらいいの？マイクは聞こえてるから生きてるってことは、みんなには聞こえてるってことは、このマイクには問題がないということですよね。このイヤホンには問題がないということなのに、聞こえないということは私の方に問題があるということで、どうしたらいいんですかこれは。え、一回カラオケをやめてみて、一回撮ってみる。あ、抜けた。一回つなぎ直してみる。つなぎ直してみて。聞こえてるの、みんなに。聞こえてる？お、音は聞こえてるの？音楽は聞こえてる？え？どうしよう。え、どうしよう。え、できなくなっちゃった。ちょっとやだやだやだ、やりたい。ちょっと待って、どうしたらいいんこれ。え、どうしたらいいのこれは。どうしたらいいのこれ、普通に。昨日誰もありがとう。謎なんですけど、カラオケできないんだけど。7位と差がついてる。ありがとうございます。こっちには聞こえて、そう、私には全く無音なんだけど、どうしたらいいの。イヤホンこれしかないんだよ、有線のやつこれしかない。やだやだやだ、やりたいやりたいやりたい。ちょっと待って、マジでどうしたらいいのこれ。でもこのイヤホンが悪いわけじゃないんだよね、みんなには聞こえてるってことは。100均で買ってくる。100均終わるんじゃないのもう。結構マジレスしちゃった。100均ってもう終わる時間じゃないの。設定、いやでも前まで普通にできてたんだけどな。なんかショールームのアプリが悪い。え、他にあれやってる人いる今、ショールームで、あのカラオケやってる人いる他に。
いるんだったら私がダメなんだけど、そう100均の秒で壊れる。そうだね、多分壊れると思う。こんばんは。ヘッドセットとかないわ。カラオケ、そうカラオケができないです。そうイヤホンをしないと、有線のイヤホンをしないとカラオケってできないんだよね。なぎちゃんならカラオケ配信するって聞いたよそれ。そう今日 LINE で話してた、今日カラオケするって。オラの予備あるけど、本当にカラオケ配信してる人いた、ちょっと待ってもう一回やってみるわ。リベンジ。そして違う曲にしたら入るとかあるんじゃない？そんなことはないか絶対。そうマイク機能がないと歌えない。ほら聞こえない。あえ、メロディーが一つも聞こえないんだけどな。ごめんなさい、ごめんなさい、私のオイスでしたこれは。うわーごめんなさい。マイクの音量がここをさっき押しすぎてゼロになってただけで、こうしたら普通に聞こえました。ごめんなさい。あー私が音消してただけだった。普通に音、これ音ここプラスのボタンを押したら普通に聞こえた。ごめんなさい、これは私のミスでした。とてもごめんね、全然普通に聞こえた。というわけで歌います。選曲が大丈夫だったみたい、選曲の問題ではなかったみたいなので、普通に歌えるみたいなので普通に歌いたいのを歌います。かわいい、こんなんでかわいいって言ってくれるの優しすぎじゃない？この世界線。逆に好感度上がります。本当に差し切り、仕切り直して受付の話がある。何？なんか怒ってない？何何何？何？怖いんですけど。明日受付怖いけど待ってるじゃん。じゃあこれ歌います。あ、キュール。え？すごい革命が起きた。ほらありがとう。あ、え、すごい。初めて顔検診する人みたいな。あ。ああ遠巻きに見てたあなたのこと大好きすぎて、もし近寄ったら夢中になる、分かっていたから、偶然街でばったり会って立ち話して、携帯アドレス交換した運命の罠、会いたい会えない、でも会いたいね、一秒でもいい、指定された場所まで出かけてくわ、門限破ってもいい、エンジョイ、いきなり風が吹き抜け、エンジョイ、炎が広がるように、私のすべてを燃やし尽くして空っぽになる、エンジョイ。
して炎上体が熱く感じる。あなたなしではもう生きてゆけない。愛の炎上路線。わかんないけど歌ってみようかな。誰か歌ったことあって、ありがとう。大きな両手に抱かれてても不安になるの。まるで底なし沼はまったようにどんどん沈んでく。鏡に向かって微笑んでみてもピエロの涙。何が欲しいのか自分でさえも不明の嵐。言えない、言いたいでも言えない。そう欲深すぎる私。一人だけ見ていてほしいの。視線を動かさないで。天井行きさえできないくらい情熱の針が触れる。あなたを思ってハートのメモリーマークスになる。天井両足爪の先から天井頭の長い髪まで。私は増根もう引き返せない。愛は天井を知らず。まさかこんなに炎上するなんてね。感情に驚いてる。炎上いきなり風が吹き抜け炎が広がるように。私の全てを燃やし尽くしたい。空っぽになる。炎上ハートの枠を焦がして体が熱く感じる。あなたなしではもう生きてゆけない。愛の炎上路線。炎上歌えた。ありがとう。炎上ありがとうございます。炎上路線はいつかやってみたい曲の一つなんです。こんばんは。黄色のハートありがとう。こんにちは。メリーさんの声に癒され、本当にありがとう。パチパチありがとう。ちょっと歌いたい曲がもう一個ありまして、うん、歌いたいと思います。手こずったせいでさ10分ぐらい取られたんじゃない、時間を。自分のせいだけ。それよかった。本当にクラクラ分かってるじゃないの、私の頭の中を。炎上路線を誰としたいですか。先輩、でも本当にヤンキー、うん、難しい。炎上路線は誰としたい。うわ、今炎上路線を誰としたいかって思い浮かんでパッと思い込んだのがカホさんだった。普通に何も考えずに。でもうん、そう、いやちょっと歌います。歌って脳内をカラオケにする。はっきり言ってほしい。仲のいいみんなと集まってもあなたとなんとなくぎこちなくて、目と目あたり視線外して二人はよそよそしい。
きっとあの日からおかしいんだ。花火大会の帰り道でと気づいたら私たちはぐれてた。あの夜浴衣なんか着たからちょっとはしゃぎすぎたかな。下駄の花を切れちゃって歩けなくなって、おんぶしてもらった。好きだって隠しした。広すぎるその背中、あなたの首両腕でしがみついて幸せだった。友達でいる方がいいのかな、なんて聞いた私の質問、その答えまだ聞いてない。ほんと自分ぐらいに歌った気がするんだけど、結構別にありがとうペンライトとかもプルとか特別な感情のつぶやきは誰にも聞かれたくない。自問自答あんな一言言っちゃったこと、ちょっぴり後悔中だって。カフェのテーブルでさえあなたの隣を一つ飛ばして、なんか変だと周りから不自然に見えそう。誰と誰ができてる噂話してる時、急にあなた立ち上がって発表し始めた。夜の秘密を好きなんだこいつのこと、指さしたその先に私がいて焦ったよ。どんな顔をすればいいの、みんなには真っ先に知らせたいなんて言った。嬉しかったけど少しだけ恥ずかしかった。ペンライトありがとう、本当もありがとうございます。はっきり言ってほしい、みんなの前でなんてもっと好き、好きだって言えること、幸せなことなんだ。勇気出して言ってみよう、恋してる人よ。好きだって確信した。広すぎるその背中、あなたの首両腕でしがみついて幸せだった。友達でいる方がいいのかな、なんて聞いた私の質問、その答えまだ聞いてない、まだ聞いてない。はっきり言ってほしい。イエーイ、やば、久々に歌った、めちゃめちゃありがとうございます。はっきり言ってほしい。はっきり言ってね、ナース衣装大好きだ、あの大好きです、あのミュージックビデオもクラクラさん大好き。そうクラクラさん入ってってよく言われるんですけど、そうですね、これ聞こえてるのか分かんない、入ってって言われるんですけど、私が入りたいと思っても決めるのは私ではないですし、でも入りたいっていう気持ちは誰よりもあると思います。そう NGT この4期のオーディションの時点からもその話はオーディションでしてたので、そうオーディションからクラクラに入りたいって言ってた。C
しい。クラクラ結成時から本当に大好きで、私のクラクラが公開された時のあの写真が大量にカメラロールにあります。可愛すぎて私の中で結構衝撃だったので、そう衝撃だった、本当に可愛い、マジで可愛いと思って。何歌おうかな。なんか他の48さんを歌いたい気分なので、これにしよう。そうクラクラの衣装マジで可愛い。そうつぐみさんもやなこさんもふきめんさん本当に、そう本番はこれ歌うね。じゃあ、てる。ワンチャンハートはなめくじ、みんなの影に隠れて。ワンチャンじめじめなめくじ、恋って進まない。これマジで好きで、可愛くて本当に好きな曲。日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい。見つめ合って話すより片思いがいい。眩しすぎる君なんだ。どれだけ好きでも Baby なよなよなめくじ、自分に自信ない。リレム歌えるかな。歌えるだろ、歌えるだろ。見た目があれだけれど中身は純粋なんだ。塩なんかかけられたら消えてしまうよ。僕になんかもう足りない。近くに行くのも不可能。ワンチャンハートはなめくじ、みんなの影に隠れて。ワンチャンジメジメなめくじ、恋って進まない。ありがとう音符バイ。あ、5位まで36万ポイントです。たでくる虫いるように、なめくじ好きだと言って。ベイ間違えた。ベイビーネガティブなめくじ、疲れてないんじゃないかな。ベイビーなよなよなめくじ、自分に自信ない。補充それでもなめくじ、いつか男になりたい。どうどうなめくじ、この手で抱きしめる。まあ、
ありがとうございます。パチパチありがとう。あ、ポンタクマありがとう。金色のやつありがとう。ありがとうございます。なんか歌ってほしいのあったら歌うですけど、なんかありますか。日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい。見つめ合って話すより両思いがいい。こんにちは、こんばんはか。クラクラって何入った今日か。なんか私左耳イヤホン拒否するんだよね。なんか痛くなっちゃう。なんでだろう。こうやってずっと右につけてるからかな。チュー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 。何がいいですか。キュルキュル。何がいいですかね。チョコレートで眠れないって入ってなかった気がする。入ったっけ。多分入ってないんだよね。サステナブル歌いたいかも。いいね、いいね、いいね。コンサートでもやってたし。君だけに君を好きになっちゃって。 Do we do we do we 迷惑だったよね baby baby 見逃しらず。 Do we do we do we。 あ、明日公演入る方いますか。明日は私ちょっといつもと違うので、ぜひ見てください、見てください。いろいろいつもと違うことをしようっていう日にしているので、明日は見た目の面でね、そのそうビジュアルの面です。そう、あれメリーちゃんいつもとちょっと違うくないってなるかもしれないので、ならなかったらごめんなさい。明日公園に入れないの。夜公園入ります。そう、あ、全然変なことをするわけではありません。ちゃんともう許可、うん、はい、もらっています。絶対わからないのでこの話はもう終わります。じゃあ、ございます。海の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しいって聞いてたから悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人。恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれっきりこれっきりそんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれっきり会ってない。このまま忘れられるものか。
本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて、君に会うのも理由がいるよね。そんな乏さを寂しく思う僕の考え、好きだって笑われるだろうか。好きでいたい、そばにいたい、君への思いは永遠だ。時がそう過ぎ去ったって日はもう沈まない。好きでいたい、また会いたい、一度も忘れた日はない。今の僕にできることは好きで居続けること。自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい。もう一度もう一度君を誘いたい。あれきりこれきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらないぜ。あれきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて、好きでいたい。これからもずっと。ありがとうございます。歌詞が歌ってると歌詞いいなって思ったありがとう。何時今、あ、もう時間的に終わりだった。ずっとフフフフフフ、気持ちだから、ずっと期待させて。あ、ありがとう、時間を教えてくれて。誕生を読みます。ちゃんと会いに来てね。何時読むね。13位、北信越の伊藤さん。あ、なんか顔ちょっと、でも13位は変わってなかった。北信越の伊藤さん、ありがとうございます。どこ、北信越の人ってことは北信越の人だねありがとう、いつも来てくれてるの知ってるよ、ありがとう。12位、かつ NGT48 たこし、あとメリに愛を伝えたと思い込んでる羊。あ、足りてないですね、それはメール見たけどありがとう。11位、ステラさん、ありがとうございます。ステラさんも今日もありがとね。あ、なんか怒ってる、怖い10位、ソルさん、ソルさんありがとう、ありがとうね。また夜も23時からもやるから待ってるね。9位、あつし、ありがとうございます。3 ありがとうございます8位、
はい、私これ読み方ずっと間違えてたね。ごめんね。剣山さん、剣山さんね。もう覚えたよ。もう次はこれ振り仮名振ってなくても読めるから、振り仮名振らなくていいから、ありがとう。7位、ポポポポポポポンタポンタ、ありがとう、ありがとうね。サステナブル精神で生きてください。6位、タツヤピアットメリちゃんの羊、タツヤくんありがとう。タツヤくんのメールはいつも愛が深くてとても、あ、好きってなります。ありがとう、達也くん。待ってるね、夜、夜ってか、23時のやつ。ありがとう。5位、リュウセアとメリちゃんの羊。仕事中終わったのかな、わかんないけど。ありがとう。明日待ってるね、待ってるね。もう一枠あるけど。ありがとう。これ、このやつも来てくれて。メールの返信をもっとちゃんと書いてください。4位、みーさん、みーさんもありがとう。明日会おうね、お昼だっけ、待ってるね、お出迎えとか私がやりたいなーなんて思ったりしてるよ。3位、東郷、ありがとう、東郷ありがとうございます。ライバルだから仲良くしたくない、嘘、仲良くしよう、はい、仲良くしましょう。やだ、この人敵視してくるんだもん。2位、ラーメンマン、あとメイちゃんの人、ラーメンマンありがとうね、タワーもありがとう、頑張ります。ありがとう、ラーメン、ラーメン、ラーメン、また食べる。1位、イーブイちゃん、イーブイちゃん見てるかな、今もわかんない、いるかな、いる、ありがとう、イーブイちゃん、このデカデカデカタワーも本当にありがとうね。マジで、というわけで1位イーブイちゃんでした。ありがとう、おめでとう。みんな壇上乗ってない方も見てくれてありがとうございました。そう、うん、金のだるまいっぱいありがとうね、ありがとう、ありがとうございました。次は23時から24時まで多分いろんなこと話す回にしますので、それまでにメールもくれたらいいなと思ってるし、チャットとかも送ろうと思うので、ぜひ待っててくれると嬉しいです。でこの9時から23時までの間は歌唱力の歌決めをちょっとします。ありがとう、みんなも、みんなも何するかわからない、ご飯食べたかわからないけど、バイバーイ。バイバーイ。この時間にメール返信してくれてもいいんだからね。バイバーイ。バイバーイ。バイ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 。またねー。23時にお会いしましょう。あとで。I love you。バイバーイ。